週末何してますか忙しいですか救ってもらっていいですかは彼の明による日本のライトノベル。イラストは上が担当。略称は週末な、愛称はスカスカ。第一部、週末何してますか忙しいですか救ってもらっていいですかはビレムの物語となっており。 角川スニーカー文庫より2014年11月から2016年4月まで前後巻が刊行され、その後外伝が2017年2月に刊行された。2016年4月から2021年7月にかけては5年後の世界を描いた第2部、週末何してますかもう一度だけ会えますかが全11巻刊行された。2016年7月より、 月刊コミックアライブにおいてセウカナメ作画による漫画版が連載された。2017年4月から6月にかけてテレビアニメが東京 MX、ATX 他にて放送された。著者が本作のプロットを書いたのは2004年頃であるが、世界の基本設定や主人公が戦うのではなく、戦いに行く女の子を男が見送るところなどの骨格以外はほとんど変わっている。 もともとは角川スニーカー文庫とは別の出版社に持ち込んだ作品であったが、そこで没となったものをスニーカー文庫に持ち込み、ほとんどすべてを開講した上で出版することになった。登場人物のうち、妖精兵と呼ばれる女の子たちも半分くらい新しくなっている。これは一度没になった作品だったため、 登場人物の一部をカレノの他の著書に登場させてしまったためである。作品の雰囲気、世界観についてカレノはファンタジーロマンを追い求め、ごったに感のあるファンタジーを真正面から突き詰めている。世界が滅んでいるというのもごったにの中の一つ、と語っている。第一部のタイトルは週末何してますか忙しいですか救ってもらっていいですかであるが、 元々は、箱庭世界の天使と悪魔というタイトルであった。空に浮かぶ島が舞台であるなど、箱庭の要素があることから付けられたタイトルであったが、これでは他の作品に渦漏れてしまうということで、彼野が編集部で当時彼野の担当の具試験にタイトル決めの、ほとんどを任せ、現在のタイトルになった。そしてタイトルの、週末について、彼野は、 人によって解釈の幅のある言葉だと思っている。どんな人も共通して、明日死ぬのが決まっているから、今日をどう生きようかというシチュエーションと問いかけの組み合わせがオーソドックスな終末感で決まった死を全人類の共通認識として描いてみているのが一般的な終末の作品。でもそうではなくて、死ももっと小さな人にも適用できるであろうと考えた。例えば終末医療のように、 週末だからといって世界が終わるわけではない。それで週末をこのシリーズに近い言葉として使っている。と話している。執筆はまずは彼のの書きたい世界やシーンがあり、それに合うように組み合わせていくことで行われた。その他にも作中には複雑な時系列や設定が多く存在することから、彼の自身設定メモや用語集、年表を作成し整理しながら執筆している。 シリーズの特徴として、一巻のエピローグの打足のように二巻が、二巻のエピローグの打足のように三巻があるといった感じで、つながっている。また、第一部では三巻のクートリが、ビレムの作ったバターケーキを食べるシーンで一巻から続いてきた話は、一旦完結をしている。バターケーキ後の話は、クトリの物語のエピローグ的な位置づけとなっている。そして四巻は、ビレムとは、 何者なのかということを考えて作られている。そして5巻はこれまでの1巻から4巻のように食う、鳥とビレムに視点を合わせるのではなく、物語の世界全体を見られるように描かれている。第1部の終了と同時に、第1部からおよそ5年後の世界を舞台に、新たな主人公に知るしなしの青年、フェオドールを据えた第2部が刊行されている。 第一部はビレムが世界の真相を鋭く深く突き止めていったのに対し、第二部では前作では描かれなかった黄金妖精や獣の謎、様々な組織の対立など、より幅広い世界観を描いた作風となっている。第一部一巻が発売された2014年下半期、ライトノベルツイッター朝漬月で新規部門3位を獲得。 作品が話題となったのは2015年1月の2巻発売時。当時角川書店の電子書籍部門でセールが行われており、そこで話題となって2015年1月のアマゾン電子書籍ランキングで1位を獲得。その後も2015年上半期ライトノベルツイッター廃棄損部門、2015年下半期ライトノベルツイッター廃棄損部門で1位を連続獲得。 2016年には、宝島社館の、このライトノベルがすごい。2016の作品部門5位新作部門2位を獲得し、すごいジャパンアワード2016ラノベ部門すごい20にも選出された。2017年8月時点で、全世界関連シリーズ累計発行部数は100万部を突破し、シリーズ累計電子書籍ダウンロード数は21万2000を記録している。 一貫作中時点より500年以上も昔、地上では人間族と彼らから怪物と呼ばれたその他の種族たちとが領土をめぐって争っていた。人間族は絶大な力を有する政権を使いこなす勇者たちの圧倒的な戦力によって他のすべてを敵に回してなお地上の支配者として振る舞っていた。ついに創造主である星神。 エルク・ハルクステンが人間族に戦線を告げる。これを受け、正規勇者、リーリア・アスプレイ以下7名の勇者たちが集結、星神との決戦に臨んだ。その一人、準勇者の一人、黒色光を激闘の末に下すも、呪いによって、石と化してしまう。こうして彼は、大切な、家族と交わした、必ず帰るという約束を仰せなかった。そして、 石化した彼は知り得なかったことだが、それから一年と経たぬうち、突如出現した謎の存在、17種の獣により、人間族は、そして地上はあっけなく滅ぼされてしまったのである。長い時が経ち、ビレムが目覚めた場所は、地上を蹂躙する獣から逃れた様々な種族が暮らす上空に浮かんだ陸地、冬大陸軍であった。人間族が滅んでからすでに526年。 守るべき者、帰るべき場所をすべて失った絶望から、ヨステニンのように生きていたビレムは、石化していた彼を発見した、地上探索隊の一人、グリックの勧めで、森翼軍の兵器管理の仕事を始めることになり、68番富裕島に、ある軍の施設、妖精倉庫にて、クトリノタセニオリスたち妖精兵と出会う。彼女ら妖精が兵士として扱われず、 遺跡兵装と呼ばれるようになっていた人間族の遺産、聖剣を使いこなすための兵器として使い捨てられていることを知ったビレムは、かつて勇者として戦い培ってきた技術を用いて、彼女たちが救われるために今の自分にできることを模索していく。そして、クトリは、そんなビレムに惹かれていく。日韓本来、15番浮遊までの深く潜む6番目の獣との戦闘で自爆して死ぬ。 ことを定められていた、くとりだったが、ビレムによる戦闘の手ほどきや自身の奮闘が走行し、生還を果たす。しかし、魔力を起こしすぎた代償に黄金妖精特有の前世の侵食による人格崩壊が始まってしまう。昏睡した彼女は、精神世界において、すべての黄金妖精たちの魂の大元であるエルクと開口していた。帰らなければならない場所があると、 エルクに別れを告げたクトリは奇跡的に意識を取り戻す。だがそれで侵食が止まったわけではなく、彼女の記憶は次第に虫食いのように欠けていく。三巻その頃、妖精兵のふと、ケイ・デスペラティオと、ラーントルクイツリヒストリアの二人は、森翼軍の地上調査の護衛任務についていた。そこには、アドバイザーとして、グリックも同行。だが、調査艇は、 ねじれの見込む4番目の獣の襲撃によって地上に足止めされてしまう。救出計画への参加命令を受けたビレムは、今回の発掘品のリストの中に、心身のコンディションを最良のものに保つという特筆能力を持つ、聖剣、ラピデムシビルスを見つける。この剣であれば、クトリを救えるかもしれないと考え、妖精兵、ネフレンルクインサニア、クトリラと地上に向かう。 地上に降り立ったビレムは、グリックに招かれ、クトリと共に、地下の遺跡へ。たどり着いた先、氷の中に閉じ込められ、眠るように、死んでいたのは、500年前リーリアの前に倒れ、聖剣、セニオリスの特筆能力である、死の図相を刻まれたエルクだった。彼女を目にしたことで侵食が急速に進み、昏睡してしまうクトリ。その頃、地下の巣で眠っていた、無数の、 六番目の獣が目覚め、飛空艇を襲う。多くの犠牲を出しつつ、緊急浮上する飛空艇から取り付いていた獣をすべて払い落とすことに成功するが、激しい戦いの中、起こした魔力が限界を超えもはや自爆を免れないと悟ったネフレンは、せめて飛空艇を巻き込みぬように途中にその身を投げる。ビレムも、また彼女を守るべく艇を飛び出していく。 落ちゆく二人の先、地上では無数の獣が待ち構えていた。その頃クトリは意識の世界で再びエルクと開口していた。もはやクトリの人格はギリギリの状態であり、もし戻れば今度こそクトリが消えてなくなってしまうという。しかし、すでにその名前さえ思い出せない大切な人を救いたいという思いからクトリは戻って戦うことを選択する。 記憶が心を形作るものが自分自身が削れ落ちていくのを感じながら圧倒的な力を振るってビレムとネフレンに襲いかかろうとする無数の獣を切り伏せたクトリは最後に彼に感謝の気持ちを伝える。四巻目を覚ましたビレムとネフレンがいたのは石化していたビレムの知らない人間が獣に滅ぼされる直前の日々を再現した幻想世界の中だった。 二人は幻想を作り出して自分たちの精神を捉えた何者かの思惑とそこから脱出する方法等を探ることになる。とうに失われてしまった二度と取り戻せなかったはずの平和で安らかな日々、大切な家族との時間。そしてその裏側で少しずつ日常を犯していく不気味な事態。ついに幻想世界において最初に獣が発生した日が訪れた時、二人は 幻想を作り上げた、ガツに嘆く最初の獣の正体と世界滅亡の真実とを知る。長い時を経て家族であるアルマリアと再会したビレムは約束を果たせなかったことを詫びながら幻想世界を終わらせる。そして行き場を失った最初の獣の因紙はビレムとネフレンの中に流れ込んだ。五感破壊された幻想世界から脱出したのはビレムたちだけではなかった。 エルクと知人、暮れない琥珀の精神も、最初の獣誕生以来ずっと閉じ込められていたが、脱出の際に相方を見失ってしまう。同じく、ビレムとはぐれたネフレンは、暮れない琥珀と共に、お互いの相方を探して、行動を共にする。最初の獣の半分が、体の中に入ったことで、異質の存在となったネフレンは、地上デグリックに発見され、浮遊大陸軍に帰還した。 自身が、冬島軍の脅威となってしまう可能性を踏まえ、妖精倉庫へは戻らずに、獣をよく知る、大賢者と黒食行のもとに身を寄せることに決め、彼らの協力のもと、ビレムを捜索する。一方、意識の大半を、獣に支配された状態で地上をさまよっていたビレムは、陰謀タクラムエルピス州小国軍によって、他の獣と共に回収され、11番冬島に、 運び込まれた。その際、帝の事故で冬島に放たれたビレムは、エルクを連れて現れたかつての死、星神、ニルスに記憶を封印してもらったことで、自発的に思い出そうとしない限りは、安定した人格を保てるようになる。エルクも、また彼によって、死の頭相を緩められ、ある程度の活動ができるようになっていた。ビレムとエルクは身を寄せた宿で働きながら、 共に新しい生活を始める。クトリの最後の戦闘は空を飛べない獣たちの中で唯一浮遊島を脅かす存在であった六番目の獣による危機を以後数年にわたって遠ざけるほど大きな戦果を遂げた。しかしこれによって人心に余裕が生まれ、これまで森翼軍が機密として独占してきた対獣用兵器の私有化を求める声があちこちで、 高まるという形で、妖精兵たちに思いがけない危機が迫っていた。そしてそんなさなか、11番富裕島、コリナギルーチェ市に、かねてより、森翼軍と対立していた、エルピス収章国が、うがち貫く2番目の獣を解き放った。この番号は、収章国の開発した新兵器が獣を倒して見せることで、 現在、森翼軍が独占する、獣と戦う立場を終章国にも認めさせること、ひいてはその名目のため、軍事力の増強を対外的に正当化することを、企とした自作自演であった。しかしこの動きを危惧し警戒していた、森翼軍一位武官、ライムスキンの計らいによって、コリナリルチェ市には4人の養成兵たちが滞在していた。偶然その場に居合わせ、 新兵器が幼い黄金妖精の命で稼働していることに気づいたビレムは自ら記憶の枷を壊し獣としての力で新兵器を圧倒する。尻死くのために妖精たちの命が使い捨てられる未来を危ぶんだビレムが考えたのは新兵器ではかなわない獣である自分が妖精兵たちの手で討伐されることで彼女たちこそが獣の脅威に対抗できる。 唯一の手段なのだと、改めて世間に認識させることだった。そうして、戦闘の末、新たに遺跡兵装の適合者となったらキシのセニオリスに背後から貫かれたビレムは、彼女たちの成長を嬉しく思いながら、血の眠りについた。しばらく時間が流れて、妖精倉庫はいつもと同じように賑やかな様相を呈していた。ある日、そんな妖精倉庫を訪れた青年の頭上から、 突然青い髪をした女の子が降ってくる。なぜかどこかで会ったような気がする二人。そこへ桜色の髪をした女性がその少女を見つけて近づいて来る。青年の顔を見て口元を押さえた女性が青年のただいまにお帰りなさいと返したところで物語は幕を閉じる。年齢は第一部時点。第二部にも登場する人物の第二部時点の年齢は記載されている。 年齢プラス5歳。妖精倉庫、森翼軍その他の登場人物、人間族星神星剣とは、推奨編を各に23個以上の雑多な五符を、磁力線で束ねて作られた剣である。相手の魔力を利用することで、圧倒的な戦力差を覆すことができる。現在の冬大陸軍では製法及び、調整方法が失われているため、地上から発掘される。 超兵器として扱われ、遺跡兵装と呼ばれている。人間族にしか扱えないが、人間の作業を代わりに行うという特性を持つ黄金妖精には扱うことができる。剣を構成する個々の五腑は戦闘とは無関係な効果を持つものも多く、単体では大したことがない効果のものも含まれる。それらを組み合わせて作るという製法から、500年前の地上時代は、 カリオンとも呼ばれていた。定位のものは量産することも可能であった一方で、行為の、政権の中には独自の特筆能力を持つものもある。政権は五譜を、相互干渉させてできている、いわば一つの小世界である、とビレムは例えた。2017年4月より6月まで、東京 MX、ATX 他にて放送された。原作第一部三巻部分までに相当。 それに際し、子役声優オーディションでの審査において、小学1年生から4年生までの女子小学生を対象とし、合格者はエルクの声優担当となる。合格したのは岡田光。また、作者である彼の明がシリーズ構成及び一部の脚本に参加する。作品のキャッチコピーは、この物語は15年間という短い月日を精一杯生きた。 妖精兵の女の子の物語である。そしてキャッチコピーからわかるように、くとりの物語が描かれた作品である。テレビアニメの公式略称は、スカスカ。テレビアニメのプロモーションビデオは、日本国外向けと、日本国内向けの2種類作成された。日本国外向けのプロモーションビデオの公開は2017年3月24日。映像は実写であった。出演しているのは、女優で、 コスプレイヤーの長者夏日。撮影は2017年2月末に、香川県の法然池田ムで2日間かけて行われた。ビデオ中の字幕はすべて英語で書かれている。使用されている楽曲は、山田たまの歌う、スカボローフェア。ビデオは2017年6月28日に発売された、ブルーレイ、DVD 第1巻に収録され、 同年7月26日に発売されたブルーレイ DVD 第2巻には撮影の裏側を記録したメイキング映像が収録されている。日本国内向けのプロモーションビデオの公開は2017年3月27日。海外向けとは異なり映像はアニメ本編からシーンが切り抜かれており、字幕も日本語で書かれている。OPED 挿入会ズレの楽曲も 山田たまるが歌唱を担当している飲食ゲームありがとうございます。